皆さんこんにちは、フロマスクです。今回もですね、Xplane11 遊んでいきたいと思うんですが、今回はエアバス A320 のジェットスターペイントですね。こちらの機体で飛んでいきたいと思います。はい、ということで出発がこちら成田空港なんですが、どうやらですね、2018年の9月6日か、新たにジェットスターの国内路線が就航したみたいで、成田空港から長崎空港ですね、そちらが新たにできたようなので、今回はそちらですね、同じように飛んでいってみましょう。で、今ここは成田空港の第3ターミナルなのかな。ちょっとネットで調べたら、ジェットスターここから乗れるみたいですね。あとシナリーもですね、少しだけグラフィックが上がるやつを入れたので、それもどうなってるか見てみたいですよね。若干その分ゲームが重くなっちゃったかもしれないですね。よし、とりあえずまずは準備していきましょう。So connected and bypassed and inserted. Release parking brake. Push back start ですね。Starting pushback. And you may start engines. はい。で、今回離陸は34番ライトですね。すぐ近くの滑走路からスタートしていきましょう。なのであっち側か。よっしゃ、エンジンも始動させていきましょう。イグニッションしてあるので、はい、2番エンジンは OK そうですね。はい、続いてOK ですね。1番エンジンもオン。移動していきましょうか。こっち側から行けばいいのかな。34番ライトですね。ここですね。なんか複雑なあれですね。よいしょ。はい、じゃあ最終チェックですね。ストロボ、ビーコン、ランディングライトもオン。よし、じゃあ今からですね、成田空港から長崎空港に向けて出発していきました。だいたい2時間ほどですね。じゃあもうこのまま行っちゃいましょう。はい、一応もう全部チェック済みなので大丈夫でしょう。
まま行っちゃいましょう。はい。Caution on taxiway. On taxiway. タクシーウェイじゃないですよね、もう。オッケーですね。無事離陸。レベル、はい、OK ですね。フラップアップしていきましょう。もうちょっと高度上がったらオートパイロットにするか。で、今日天候は特に風とかも強くなく、雨もそんな降ってないのかな。大丈夫そうですね。うん、結構晴れてますね。そろそろ行くか。はい、オートパイロット、とりあえず無事離陸ですね。今のところは大丈夫そう。無事離陸できましたね。地面のグラフィックは良くなってんのかな。これで見た感じはあんまり変わりがないかな。結構重くなってんですよね、ロード時間。変わっててくれないと悲しいな。これで見る感じ、今5時ぐらいなので到着が多分7時頃ですね。あ、もっと早いね。1時間半で着いちゃうのか。6時24分ってなってる。ん？あ？あ？なんだ今の音。ポンプが大丈夫かな。これでいいのか。あー、OK ですね。これ何なんだろうな。このタンクは最初真ん中から取ってるってことは、このオートが効かないんですよね。入ってる容量にもよるのか。ちょっと謎だな。うん。このジェットスターのペイントかっこいいですね。でもジェットスターって乗ったことないな、そういえば。あー、これちょうど成田空港の上空を一度通っていく感じなんですね。かっこいいな。ちょうど成田空港上空ですね。結構高度低いんだな。一応さくら4の SI だかなんかだったんですよね。まあ、こっから東京方面へ向けて飛んでいく形ですね。いいですね。
東京方面は重いな。だいぶ重くなってますね。無事行けるか不安だな、これ。また大阪ぐらい着いたら長崎情報を見ていこうかな。しばらくは空の旅を楽しんどきましょう。よし、ちょうど今大阪上空あたりまで来ましたね。特に問題なく。すごいな、街並みが。なんだこれちょっと気持ち悪いことになってんな、これ。夜の画像なんですかね。ちょっとなんかすごいことになってますね途中重かったんですけど、ほぼ時間通りに進んでますね。ほんと雲が全然ないですね。綺麗だな。で、やっぱ綺麗だな。淡路島ですね。右、こっち側が神戸あたりか。兵庫県もう入ったかな。なんか一部ちょっとおかしいところもあるけど、なかなか綺麗な感じですね。長崎か。長崎はリアルで1回だけ行ったことがあるんですよね。ちょうどあの提灯祭りでしたっけ、なんかお祭りの時だったかな。長崎市内の中華街とか、あと展望台か。長崎の夜景ですね。はい、日本三大夜景は函館と神戸と長崎でしたっけ。とりあえず今調べてるんです。長崎名物ですね。やっぱ長崎ちゃんぽん、わからん料理。なんだこれ、わからん料理ってなんだ。佐世保バーガー、佐世保も行きましたね。佐世保バーガーも食べたな。美味しかった記憶が。すごいでかいバーガーだったかな。そうめん、トルコライス、雑煮。わからん料理が気になりますね。円卓で囲んで味わう和食、中華、洋食。ああ、それが混ざった料理だからわからん。あ、和風の和に中華の華に蘭料理、洋食ってことか。オランダ料理ってこと。あー、それがごったに混ぜ合わさった料理なんだ。そんなのあるんだ。すごい、お腹いっぱいになりそうですね。相当な量出てくんだな。一度食べてみたいですね。わからん料理、そんなのあるんだ。
ちょうど今、これはどこだ？小豆島あたりかな。あ、小豆島ですね。小豆島も一度行ってみたいな。オリーブオイルが有名なんですよね。真下に見えるのかな。あ、これ小豆島か。結構でかいですね、小豆島。空港とかはないのかな？なんか芸術の島とか、あとサイクリングロードも結構完備されてるんでしたっけ？ここら辺の島、いろいろ行ってみたいな。なんていうか、本当今日は雲が全くない快晴状態ですね。こっち側が四国ですね。遠くまでよく見えんな。景色がいいからいろいろ見ていこう。なかなかこんなに晴れてることないですからね。でももう3分の2ほどは来た感じかな。で、長崎は一応こんな感じですね。南東方向からこう入っていく感じ。長崎空港も1回行ったことあるな、そういえば。なんか周りがすごい水辺だった記憶はありますね。今もう山口県か。早いですね。下関海峡見えるかな。こっから降下開始ですね。降りていきましょう。多分前方、ちょっともやってるんですが、こっち、右側が山口県ですね。で、今回は着陸の評価システムですね。新しいやつが多分、ちゃんと表示、最初に表示されてたんで出ると思うので、頑張ってグッドランディングですね。目指して頑張りましょう。135ですよね。だから140ぐらいで着陸すればいいか。またフルマニュアルですね。全部マニュアルでやっていきましょう。間もなく福岡市上空ですね。これか、福岡市。福岡空港が見えますね。よく見えるな、ほんと今日は。おー、こんな感じで行くんだ。これが福岡市ですね。きれい。あっちの方ですよね。ちょっと重いかな。操作が難しそう。大丈夫かな。この次パディで1万フィートぐらいまで降下か。ああ、書いてありますね。さあ、そろそろ見えてくるかな、空港。ちょうどこの正面あたりにあるはずなんですけどね。ちょっと薄い雲が出てんのか。なるほど。これが有明海で大村湾の中にあんのかな。周りが本当海なんですよね。これが有明海か。ちょっと霞んできた。この辺りに重あるはずなんですよね。さあ、着陸ですね。フラップ1。どこだ？まだ見えないな。
あ、もう一回旋回するのか。ちょっとグラフィックがおかしくなってる。大丈夫かな。170へ。どこ？見えないぞ。ちょっと待って、見えない。まあいいや、ローカライザーオンにしよう。ローカライザーはキャッチですね。あの正面か、まだ見えてないのか。ブラインドスロープもオン。あの正面のやつか、見えた。2フラップ2正面取ったら、どれだ、これでいこう。高さがおかしいな。見えてきた。ちょっと高いな。慎重に行きましょう。このままですね。風は若干左から来てるんですね、これ。よし、このまま。Approaching 3-2。このまま。500。ちょっと低い。400。300。ちょっと低いな。このまま。ハードランディングか。ああ、フレアはいいけど。あ、やばい、リバースが。ハードランディングか。ファイナルノーズレイト。うっそ。3000 feet remaining。 ここら辺で止めていくか。どっか空いてるかな。とりあえず長崎空港到着しましたね。なんかいるけど。おい、おお。とりあえず長崎空港ですね。ハードランディングだったけど、まあ
首じゃなかったからまだよしとするかちょっと長崎空港も見ていくか。あーやっぱ周り海ですよね。でなんか船が木材運搬船なのかな、なんか来てますねヨットと若干これ陸地に上がってる気もするけど、まあいいかあー長崎空港ですね。こんな感じなんだ。周り全部海だから怖いですね。重っ。見えない。滑走路が見えないけど。もうちょっとこう、ソフトに降りればよかったのか。厳しいな。なるほど。もうちょっと速度維持しながら行くか。う揺れますね。あ、ようやく読み込まれたか。はいはいはい。ちょっと2回逆噴射ボタンまた押しちゃったな。自動にてなるんですね。来ましたね。早すぎんな。確かにこれで見るとよくわかんな。確かに早すぎる。そして逆噴射を無駄に押してるよし、次回もうちょっとソフトランディング目指して頑張りましょう。またなんかジェットスターの路線で行っても面白そうですよね。ちょっと面白そうな路線があったらまた飛んでみましょう。